講談社旧、野道場道場は、武道の稽古を行う施設である。道場という言葉は、本来、盆後の菩提ンダの訳語で、仏道修行の場を指す。現代でもこの用法は残り、修行像を受け入れている、禅修寺院は、道場と呼ばれる。江戸時代の初め頃に、武術の稽古場のことを指す事例も出てきたが、一般的には、稽古場と呼ばれていた。戦国時代の末期は、 例えば、上泉信綱が、野牛宗都市の居城に赴き教授するなどのように、市販は全国を回って、弟子のところに訪ねており、稽古場は、個人屋敷を利用するなど、専門の施設はなかった。ある程度戦乱が収まると、宮本武蔵との戦いで有名な、吉岡流などのように定住して稽古場を持つようになっていったものと思われる。屋外や土間を稽古場とすることが多かったが、 江戸時代中期以降、剣術では市内稽古、従術ではランドリー稽古が中心になっていったため、板張りや畳の稽古場が整備されるようになった。江戸など人口の多い地域、例えば江戸三大道場などでは入門者が多数に上り、それまでの個人的な小さい稽古場から大きな稽古場へと変化した。また各藩においても藩校に稽古場を併設する藩が多かった。 この頃の稽古場は、師範が弟子の稽古を創建する床があり、そこに日本神話から剣の神、武の神とされた鹿島大宮宮、香取大名人の二柱の神名を書いた掛け軸が掛けてあった。明治時代以降、剣道や柔道の稽古場を武道場と呼ぶようになり、武を略して道場と呼ぶことが一般的になった。1899年。 大日本武徳会は、京都に武徳殿を造営し、その後各府県に大日本武徳会支部として武徳殿が整備された。また、学校教育に剣道、柔道が採用されたことにより、学校に道場が設けられた。学校によっては、道場のことを、閣議室と呼ぶこともある。百三十六年、文部省主催の体育運動主事会議において、道場には棚を、 せつくることという答申が行われ、学校の道場への神棚設置が義務化された。神棚は、江戸時代の伝統的な道場にはなく、この頃から国家神道の影響を受けて設置されるようになったものである。太平洋戦争敗戦後、占領軍指令により国家神道が廃止され、また学校教育への武道が禁止されたことに伴い、1946年1月12日に、 第二本部特会から理事長、藤沼昌平名義で都道府県支部長宛に神殿、神棚等撤廃に関する件が発せられ、神棚は撤去された。ただし現代においても神棚を祀っている道場は少なくない。また、日照旗を掲げている道場もある。現代では都市の過塚化や地下の高騰などにより、個人が道場を所有することは難しくなり、 体育館や雑居ビルの一室を借りている例も多い。警察では、柔道、剣道、逮捕術が必修とされていることから、各都道府県の警察署、警察学校、警察本部内すべてに道場が管理され、全国で見ると数え切れないほどの道場数になる。警察署が、重剣道教室を開き、道場を小中学生に開放していることも多い。常実の通り、 道場自体が武道関連の人材を養成する場を表す名称であるが、ここから派生して、養成道場と名乗る講習セミナー等が以下の通り存在する。ありがとうございます。